さて、もう一踏ん張りだな。ねえ、これバトルに間に合うの？大丈夫だ、あとは台車などを取り付けたら終わりだ。黙ってやれ。何か言いたいことはあるか？マルーンスター。別に、今日の決闘は初めから俺とお前の対戦が全てだ。くっく。望むところだ。始めようぜマリーンスター。本物のバトルってやつをな。え？7001が前に出てるぜ。このバトル、勝てる。こうして後ろについていると、マルーンスターもやろうとしていることが見える。俺はマルーンスターを撃ち切った。俺は忘れちゃいないでマルーンスター、お前も多分よくわかっているはずだ。今日のバトルは、互いの走りにかけるデスガッと信念の全てをかけたばかりだってことをな。おきろ、カリクマ。抜かれたー。やばいよ、この際、抜き返せるようなポイントはないよ。ミノテラ通過直後に、レッドサイダーが前に出たよ。チョコレートさん、兄さんなら、この局面を打開できる。信じろ。まったく、立ちの悪い車両だぜ。くるっと回ってドカンと立ち上がる。加速競争では手も足も出ないな。どうしたマリーンスター、なぜ仕掛けてこない？お前はそんなに諦めのいいやつじゃなかったはずだ。ゾクゾクするぜ、最高のゲームだ。乗るか飛びかのワンチャン、チラチラと見え隠れする針の穴のような突破コース。絶対有利な立場なのに、なぜか追い詰められている気分だぜ。俺の中にマリーンスターに対するコンプレックスが残っているのか？だが勝てばそんなものは消えてなくなる。どこからでも来ていろ、マリーンスター。レッドサイダー、お前の弱点はプレッシャーだ。はっきり言えば天候のポジションが弱いということさ。マリーンスター、てめえ、この野郎を
I promise I will never let you go. No, no. 俺の負けだ、マルーンスター。乾杯だ。うん。約3年ぶりにあのバトルの決着か？果たしてどちらが勝つのか？次回、ヤ銀河鉄棒の軽物語最終話、あの時の決着。